たんですか。そろそろでございますね。そろそろでございます、はい、じゃあ紹介をしていただいた方がいいでしょうか。そうですね、軽快なトークで皆さんとも軽快なトーク、はい、場を盛り上げていただいているんですけれども、気仙沼にはお友達がたくさんいらっしゃるという、はい、プロカーン軍からお越しの美和さんのご登場です。皆さん拍手をお願いいたします。では美和さん演奏をよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。もう疲れ果てましたか。アンコール、今西の巻でアンコールハラスメントっていうのが流行ってて、ずっと15分アンコール言われ続けるっていうのを火をつけたのは私ですね、多分ね。はい、そんな事前のトークで石巻出身だということをバラして、個人情報をダダ漏れにすることを生きがいにしてまして、番地まで言ってますけど、まあちょっと歌でも歌っていいかな。みんなが知ってる曲を歌ってみたいと思います。私曲作れないので。知ってたら歌ってください。 Some say love itThat runs the tenderness. Some say love it is a reason that leaves your soul to be. Some say love it is a love.最後ずっとずっとこの曲を必ず一番最初に歌うようにしています。冬には小さな種だけど、春になったら入らないね、ここね、入らない誰かここ春になったら綺麗なバラの花を咲かせるよ。喋ってないきっとここここにだけ、ここにだけ、あれなんだっけ、
ネパスヤズサコを入れてダック哲也さんです。ストラップの吸盤でくっつけてるんですけど、吸盤でくっつけてるのが取れちゃっただけです。優しく優しく。こういろんなシール、ここに読めないんですけどね、あのファイヤーヨーコさんのお友達のシールも貼ったりして、あのね、皆さんいろんなことがあるけどね、今はきっとみんなこう種だけど、必ずみんなの種は太陽を浴びて花を咲かせるから大丈夫だよ、大丈夫だよって、もう自分に言い聞かせながら13年間過ごしてきました。はい、そしてあの世界中の人にも言いたいです。大丈夫だ、なんとかなるから、大丈夫だって思ってます、いつも。はい、皆さんも大丈夫だから、なんか分かんないけど、何が大丈夫だか分かんないけど、うん大丈夫って思って生きていくと、きっといいことあるんじゃないかなって思っています。次はね、みんなが分かってる曲なので一緒に歌ってもらえると非常に嬉しいです。ここで笑うか。なるほど、新しい、はい、愛さんさん歌ってる、新しいよね。うん、まあ山形から毛布マニア、毛布になる前から知ってます。毛布になる、もうみんな子供シーツの時だな、シーツの前から知ってる。うんうん、蕎麦屋のバンドの時から知ってる。そんなそんな、なんかね、10年経つとみんないろんな歴史がね、子供も大きくなるし、大人は年を取るし、でもこの音楽はなんていうの、みんなの心の中に生きていくんじゃないかなと思います。Oh,
人生も可愛かったり悲しかったりでも最後にきっと嬉しいものになっていくんだよ、だから大丈夫だよ、毎日ね、あの心の中でお題目のように大丈夫大丈夫って唱えて、毎日大丈夫ではないこと起こるんです、でも大丈夫。はい、ここからは沖縄の音楽をちょっとやってみたいと思いますね。最近三線を買いました。やっぱり上手くなりませんね、ダメですね。でもあのウクレレで、沖縄行ったことある人、なんだいいな、行ったことねえんだな私じゃああれですね、あのカチャーシーだのなんだのいろいろ見てきてます。じゃあハイタイ、男性は、あ男性ハイサイ、イエスイエス、違うんですよ、女の人ハイタイ、男ハイサイ。じゃあカチャーシーってわかる、こういう踊り、これ男と女で違うの知ってました、知ってる人、おっと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 。じゃあ手先いつもどんな感じです、テレビで見てるときパーな感じ。あのね、女の人パーな、こう男はグー、このテレビでよく度見ててください。じゃあそうじゃない人はどうしたらいいんだろう、そうじゃないなっていう自己申告する方、チョキでチョキでね、私しか見えないとこでこそっとこうチョキ出してもらえば、あーオッケーオッケーって、あの自分だけ納得するんでそんな感じで沖縄の文化すごく大好きで、うちなぐち沖縄の方言を取り入れまして、本当はズーズー弁なんですけれども、わらび神という歌を歌ってみたいと思います。よかったらでいいんですけども、よかったらじゃなくても手拍子泣かしてもらえとね、あのいやささだの、しだの、指笛吹ける人は指笛だの、吹ける人いないよね、指笛ね難しいですよね、わらび神歌いたいと思います。
子が大好きです。ありがとうございます。依頼を経てね、ウクレレが赤ちゃんだとするとこうあやすときに、この辺だとねんねこやとか言うんですかね、早く寝ろみたいな、ねんねんやみたいな感じで、それがイラヨヘイ、心も体も魂さえも大きく高く育ちますように、だからそんなすごい、ね、言葉意味が含まれている歌だと思います。沖縄の方言には悲しいという言葉がないそうですね、悲しいだっけかな、悲しくてとかっていうそういう意味をする言葉がないっていうのもこの間初めて知って、ますます行ったことないけど沖縄に行ってみたいななんて思っています。あと2曲ぐらい沖縄っぽい曲にお付き合いください。次は内名口ではありませんけども、ちょうど正面に海が見えるので皆さんも海の声が聞こえているんじゃないかな。鳥の声だったでもきっと私もね、津波に全部家流されたんですけど、まあ海を嫌いにはなれませんね、なれませんです、はい、海は大好きです。だから海の声、自然の声に耳を傾けながら生きていきたいと思っています。風が吹いたんですよ。私だけ感じたんですかね。感じましたか。なんかだからこう言霊ってありますけどもね、地球にも届けと思って歌っています。最後の
曲でござんす。はい、多分そんな感じですよね、きっと。本当に？あ、ごめんなさい、アンコールの前の最後の曲でした。はい、そう言い忘れましたね。本当にね、大事なところでした。次はいよいよ皆様の手拍子と、あのいい朝さが必要ですよ。いいですか、私曲の途中ではいって言うので、いい朝さと、ちょっと一回練習しますよ。はいって言ったらすぐ言ってね、せーの、はい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 、は違うの。はいって言ったらいい朝さっていうの。はいは言わなくていいのね。はい、いやささ、今誰かはって言ったね。はぁ、はぁ、いらねえのね。はい、いやささ、あ、いいね、いいね、いいね。だんだんあの慣れてきましたね。お願いしますよ、手拍子もお願いしますよ。シマンチュの宝、島の
ね、アンコールを早く言えって言ったんじゃなくて、アンコールアンコールじゃなくて、アンコールを手早く言ってっていう意味でした。はい、大丈夫です。はい、はい、皆さん早く帰りたいんですかね。手拍子ね。まるで女神のようでしたね。素晴らしかったです。ありがとうございます。何もあげられない。ほまずほまずじゃあほまずは後で受け取らせていただきます。ちょっと年金入ったらでいいですか。ありがとうございます。お待ちしております。ありがとうございました。違う名字に1回なったんです。その名字を当てた方なんかあげようかな。一回なった名字当てた人。村上。え？村上。後でアンケート用紙ちょっとそちら受付の方に用意しておきますので。当てられた方は、来れたら秋フェスにご招待します。あ、無料でしたっけ？あ、私もねフェスをやってるんですよ。宮城県名取市というところで。第三倉庫っていうお店があるんですけども、そちらで春秋クリスマスとフェスを主催してて、まあ規模はですね13組から15組ぐらいを9時間10時間ぐらいかけてやるフェスを
多分あのみんな次の日役に立たなくなるようなフェスを主催しております。ご興味のある方がいらっしゃいましたら前に座ってるダック哲也さんまで。わかりました分かりました。窓口で はい、はい、そうです ね気仙沼から、そう 海を45号線を通っていくと石巻というところがあるんですけども、石巻市月の浦というところが出身なんですよ私。おしか半島のちょうど付け根のところですね。伊達政宗公の時代に長谷倉常長がサンファンバウティスタ号でヨーロッパに向かって、笑いました。慶長の遣欧使節という、うん、で案内人みたいですけどね。その船が出港したところが月の浦というところでございます。ご想像の通り、はい、全部家も何も流されてないんですけれども、まあ、そういう事態があったからこそ、こういうふうに皆様のとの出会い、気仙沼の方、ね、まさきさんとか、いろんな方と出会いが、音楽を通じて、その13年前は自分がこうやって人前で歌っているなんていうことは、1ミリも想像していませんでした。はい。仕事して、子育てしてっていう毎日だったので、そしてこうやってヘラヘラとね、喋って、時間なんか来なきゃいいのにと思って喋ってんですよ、私。おしゃべりするの大好きなので。はい。そんなにあり、2分しかないですか？喋ってるよ、だね。そうですね。本当に、ワゲスターズっていう、仙台弁漫談のコンビも組んでて、ずっと喋ってても大丈夫なんです。意外と。うん。歌はなくてもいいかななんて思ったりもしますけども、まあ一応こうやってね、楽器持ってるので、歌ってもいいですかね、2分ぐらいしたら。1分かしら、もう。もう1分だね。1分ですか。はい。はい、今日ね、あれですよ、PA さんとかが、時間、タイムキーパーしない、お客さんがタイムキープしてね、あと5分とか言ってますね。あちらのステージでも、たくさんのステージでもあと5分、6分出してました。今日の MC の方々、各3ステージあるんですけど、皆さんすごく上手で、声が綺麗で、ラジオかなんかやってらっしゃるんですかねって感じの。はい。うんうん。声、うんうん、声だけで内容変わるの知ってます？全体的に可愛い。うん、分かってっから。見えてっから、こっから。うん、若いし、可愛いし。遠くは見えっからね。遠く。ちょうど見えんの、あのあたり。ちょうど見えんの。そうですね。はい、そろそろ彼女がマイクを、あゆみちゃんはあっちか。あゆみちゃん。ね、深澤あゆみちゃんはあっちか。ね、覚えたんだ、名前。の、一回聞けば覚えか。嘘です。まあ、もうちょっとあれですかね、時間。そろそろでございますね。そろそろでございます、はい。じゃあ、紹介をしていただいた方がいいんでしょうか。そうですね。軽快なトークで、皆さんとも、軽快なトーク。はい、場を盛り上げていただいているんですけれども、気仙沼には、Still be here for you.